皆さんこんにちは、もかにゃんです。第9回もかもかラジオ、ご視聴ありがとうございます。約10分ほどになると思いますが、お付き合いよろしくお願いします。ラジオを始めて約1週間ちょっとになるんですけど、フレンドさんからラジオの感想とかを LINE で連絡が来ることがありまして、第5回の時ですね、少しだけ歌声を披露したんですけど、その時もですね、フレンドさんから聞いたよってことで連絡がありまして、でその時に言われたのがですね、歌が短すぎると言われたんです。せめて1番くらい歌わないとって言われたんですが、ちょっとねいろいろ事情がありまして、あの時はちょっとあれだけしか歌うことができなかったんです。はい、ごめんなさいということでね、今回は、歌のことでちょっとお話をして、で私ももう一度ちょっと歌声を披露しようかなと思っております。でその歌う曲はですね、もろもろの事情を挟まない曲をちょっと歌おうかなと思っているので、ちょっとお聞き苦しい点もあるかと思いますが、聞いていただけたら嬉しいなと思います。ですね、2曲歌うつもりなんですけど、まず1曲目がですね、私の知り合いが作詞作曲をしまして、でその曲を歌おうかなと思っているんですけど、曲自体はですね全部で5分半ちょっとぐらいあるので、全部歌っていると長くなってしまうので、一番だけ歌ってみようかなと思っております。でこの曲がですね、原曲ボーカル付きの曲なので、私も一緒に歌ってしまうとちょっと、聞きにくい感じになるかもしれませんが、そちらはね、伴奏だけというのがないのでご了承願いたいなと思っております。はい、ということでね、はい、BGM をまたポチッと止めまして、はい、じゃあいきます月の涙、あなたに届け、その頬を伝う汚れなき思い。途方もない何万回の鼓動、時は流れることをやめた、煩い煩いまた迷いごと、煩い煩いあなたに会いたい、愛しくてあなたに会いたい、この体が来るその前に心乱れ、愛しき想い、いつかあなたを指す武器になるはい、という感じのね、はい、曲となっております。いやちょっとねいや本当ごめんなさい、下手で、もう下手なんだから歌うなよって思うかもしれませんが
はい、ちょっとね歌いたくなっちゃいました。はい、はい、ということでね、はい、続きまして、2曲目がですね、私が作詞作曲した曲で、曲名は一応、つけていたんですけど、愛しき人へという曲ですね。はい、でまあこれはまだ1番とか2番とかっていう長い曲ではないので、まあさらっとちょっとアカペラなんですが歌ってみようかなと思います。はい、はい、ということでもう一度ね BGM をポチッと止めましてはい、じゃあ行きます引き寄せて返す波はまるであなたのよう、ゆらゆらと揺れ静かなささやき残してゆく、あなたと出会いあなたに恋焦がれ胸を熱くする、言葉に私の心は溢れてゆく、私を惑わせるのはあなたの魔法の言葉、甘い甘いキスのような魔法に心は抑えきれず、あなたを思い目を閉じる、夢でもいいから会いたいと、ということで、はい、歌ってみましたがいかがだったでしょうか。いやもう本当ね、もうすごいこんな長く歌うことがないので、まあ一人でねいるときは、まあ、自分の部屋で歌ってみたりとか、あと料理をしながら歌ってみたりとかはありますが、ラジオでねこんなに長く歌ったことはないので、もうすごい緊張します。もうすごいなんか声も出てないし声が震えていたんじゃないかなって思います。はい、いやーもうちょっとね歌が上手くなれたらいいんですけどね。でちょっと家にもちょっと他にも家族がいて、大きい声で歌っていると誰かに聞こえてしまうんじゃないかなっていう恥ずかしさもあるので、なかなかちょっとね声を出して歌えないんですっていう言い訳をしておこうかななんてねまあそんな感じなんです。はいまあちょっとね今回すごいグダグダとなってしまいましたが、はい、まだちょっとね9分くらいなんですけど、もう私がちょっと恥ずかしすぎてもう何喋っていいのか分からずちょっとパニクってる状態なので、今回はこの辺にしておこうかなと思っております。はい、いやもう本当最後までお付き合いありがとうございます。もう聞いてくださってありがとうございます、まあ、またね機会がありましたら、まあ、私が気が向いた時にちょっともの他の曲も歌ってみようかなと思うので、またお付き合いしていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、ではそろそろお時間となりました、最後までご視聴ありがとうございます、もかもかラジオ MC のもかにゃんとお供のグルーミーがお送りしました。皆さんにとって良い一日となりますように。それでは次のもかもかラジオでお会いしましょう。バイニャー。